ミルクサッカーアカデミーの上回でございますよ。ノーミルク佐藤でございます。今日一つよろしくお願いします。お願いします。さあ何でしょうね。ドン出た。今日はミルトトップレビューでございます。試合がやってくるぞ。週末が来るぞ。週末だ週末だ。守護神の存在ということが、まあちょっと最近はゴールキーパーがめちゃくちゃ大活躍してるってところがありまして、フォワードの方々もね、だから本当狙うポイントなんていうのがすごいミートカーソルちょっとちっちゃくしてなきゃいけないんじゃないかなっていうか、入るところが少なくなってるのかなと思うので、まずこんな感じのタイトルにしてみましたよと、ということで、まずミルトトっていうのは、ね、ついに先生違いや、ちょっとあれですけど、はい、プレビューにもタイトルつくようになってきちゃったんですからね。もう予言者ですよ。もうほぼやってることね。ありがとうございます。ミルトトとは、はい、お願いします。ミルトトとはミルクサッカーアカデミーがやっております、はい、ギジトトカルチを下の概要欄から皆さんもね、紹介の予想で参加していただけます。そしてですね、ミルトト君というね、仮想、通貨じゃない予想 AI を、ノーミルク佐藤、データマンがですね、いろんなビッグデータを取り込みながらね、日々そのマッドサイエンティスト的なね、Excel で公式作っとるんだ、させてるということでございます。その予想 AI と戦ってほしいという企画でございます、はい、ちなみにミルトト君の AI の勝率計算方式は左に書いておりますが、わしゃなんのこっちゃわかりません。そんで演説で、その予想に基づいて先生とね、僕で喋っていこうという。でもなんかあれですね、はい、思えば我々ね、はい、メンバーシップってものやってますけど、はい、YouTube の、はい、なんかその奥座敷でそれこそね、その計算とかいろいろ聞きたい方とかっていう、なんかコンテンツ作ってもいいかもしれないですね。それはいいわ。またちょっとこれは考えます。よろしくね。下のボタンとか URL からポチッとしてください。だったら初めて僕は数学というものがね、パッと頭に入っちゃうかもしれないね。サッカーでかもしれませんね。ということで、じゃあ今節分も行ってみましょう。はい、お願いします。ミルトト君の予想はこちらだ。ドン。はい、こちらでございます。はいはいはい、まあ、ミルトト13試合なんですが、で、J1 は今回6試合あるんですけど、徳島マリノス戦だけはミルトトの方からをちょっと外したというのがあります。一応マリノス監督まだ決まってないっていうのがあるので。不確定な。そうですね。あと、ちなみに言うと、はいはいはい、これ撮ってるの6月24日なんですけどね、うん、皆さん。6月24日の、お昼ぐらいに、はい、実はちらっとなんか情報が出まして、はい、前シントトロイデン監督、ケビン・マスカット氏が、マリノスの監督になるのではないかという話になっております。マスカット監督。はい。実は かわいいですね。だから鈴木優馬さんとかは、だから、いわゆる教え子みたいな感じになると思うんですけど。そんな最近の監督？そうそう、去年の12月までやってて、まあ、解任されちゃったんですけど。はいはいはい。あ、そう。そうだったんですよ。あら、でも実はシティグループ関係ない感じなんだね。ただ実は、ポステコグルーさんが、はい、オーストラリアのとあるクラブ率いてて、うんうんうん、オーストラリアの代表になった時に、はいはいはい、その元のクラブ のポステコグルーさんが引き継いで監督になったのがそのマスカットさんだってのもあって、ポステコあとはお任せっていうことですかみたいな感じなんですよ ね、そういうのもあんのかなってのはちょっと思います。マスカット監督はグッズ作りやすいですよ。いいですよね。はい、なるほどね。ってことで、じゃあいろんなこれ見ていきたい。ツイッターでマスカッツっていう人いますよ、マリノスのこと。もうたくさん出てます。あ、もういました。はい。ああ、そうですか。あ、そっか。なるほど。はい、ということでしたと。はい、今節はちょっと難しいのがね、まず皆さん。はい。ミッドウィークがあったんですよね。ミッドウィークがあった。はいはいはい、はい、うん。ただ、チームによってはミッドウィークなかったりもしたチームもあるので。そうなんですよ。それはこのミルトト君反映してんのかしら、その辺の。いやー、とりあえずはね、反映はしてるんですけど、はいはい、してるんだけど、うん、まあとりあえず誰がスタメンに出てくるかまだわからないっちゃわからないので、まあそうだね、あそこはもう予想しようがないもんね。そうなんですよね。なんでその中でまあ一つっていうのだと、下から3つ目、浦和対、福岡。はいはいはい。前回ミッドウィークでは、うん、まあいろいろあったけど、ザイオンさんとか、うん、あとは、いえいえ、ユンカー選手とか、うん、あと小泉選手かな、うん、あたりは途中出場だったりもしたので、結構休めたってのがあったんですよね。だから主力陣が今回福岡戦にまたドーンって戻ってくるので、うん、福岡側からしたらちょっと怖い。これ直近6試合も5勝浦和っていう意味ですよね、これ。そうなんですよね。だそれもあって、ちょっと浦和の方が結構高いかなと。あともう一個あるのが、主力センターバックの奈良辰己選手が実は、出場停止なんですよ、この人。あ、なるほど。だちょっと福岡辛いから、守護神村上選手頑張れっていう試合には、ユンカーが入ってくるわけでしょ、そのところに。そうですね。あ、なるほどね。ユンカーとどう組みするかですね。なるほど、ね。はい。はい、
頑張っていただきたい。頑張っていただきたい。うんうん、そして、一番下、はい、今日もね、表紙、黄緑と黄色のちょっと鮮やかなカラーにしてみましたけど。カボスとね、ユズみたいな感じ。そうなんです。まあ、でもこれは。いい色ですよね、あれね。ありがとうございます。それは、この2チームのカラーにしてみました。なるほど。はい、湘南対、柏レイソルということで。すいません。あれね。海洋王と太陽王でしたね。これ申し訳ない。何がユズとカボスや。ごめんなさい、本当に、それは。でもやっぱこの両チームといったらまあさ、湘南は谷康生がいて、そういうことですよ。柏には佐々木正人またはキムスンギュがいて、そういうことですよ。この守護神バトルですよ。そういうことですよね。あと結構両チーム行き来してるようなね選手とかも多いですしね、結構ね。まあそういうのも含めてまあいやね今回のカラーにしてみたよというところはあったりします。なるほど。だ今相性とか考えれば実は柏寄りだってのは実はあるんですけど、やっぱ直近の成績とかいろいろ考えてみるとやっぱちょっと湘南寄りになってしまったのかなって。47%なってると思うですね。柏はだから本当今なかなか得点ができないとシュートもなかなか打ててないっていうのも多いので、まあ連戦続きますけどその中でどう改善できてくるかってところがまあ焦点のポイントになるのかな。そろそろ瀬川選手あたりがねなんかこう躍動するんじゃないかと私はなんとなく思ってますよ。やっぱそうですよね、なんかそんな感じはすごくクリスティアーノのドスンっていうのも来るんじゃないですか、そろそろですね、なんか実際これコメントレスに瀬川選手がまさに残してるんですけど、ちょっとやっぱりね2018年の後半に似てるんだそうです、今の柏レイソルっていうのが。ほうほうほう。いわゆるあれです、落ちちゃった年の、ほうほうほう、J2 に行ってしまった年の直前のいわゆる今残留争いギリギリだっていうところの雰囲気とチームが似てるっていうので、はい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 、やっぱその時を知る僕がやっぱりやらなきゃっていうのはあるみたいな。なるほど、そうか、そのあたりにちょっと注目していきたいですね。アクロバチックなやつに期待しましょう。意外とねアクロバチックなシュート持ってますからね、かなりね意外とじゃない、有名だね、はい、やってきますからね、はいはい、そんなところでしょうか、他にもね横浜市清水、鹿島札幌、徳島マリノス、東京大分っていう試合が今節は行われます、はい、今回はちょっと J2 を目に行こうかなと思ってます、はい、次ですこちらドンと出た、実はこのね左側の濃くなってるところがミレトと対象の試合だと思っていただければと思いますと、はいはい、まあそのこの中でまあ注目なのはちょっとミレトと対象外ではあるんですけど、やっぱり新監督でしょ、ね、琉球松本でしょ、もうあれですか、七海大成はこの試合から始まります。おー、そうか、なるほどね、アウェーいきなり沖縄に乗り込むわけですね。そうなんですよね。なるほど、だからそうなってくると琉球側としてもどんな感じでなってくるのかってことがちょっと分かりづらいってのがどっちもかも分かんないですもん、だってね、まだね、戦力もまあ戦力自体はそんな変わらないってのはもちろんあると思うけど、これ別動画ですでに出してるかと思いますが、もしこの後出しますが、七海松本っていう動画我々作りましたので、それで考えるとモチベーション、はい、今までのね七海さんのなんかこう傾向からスタメン出してくれてましたけどね。そうなんですよ、モチベーションがね一気に選手たち上がってくるんじゃないかと思うんで、琉球の皆さんちょっとご注意いただければと思いますと、そしてデータを覆してくるんじゃないかっていうところで、来るのがその琉球松本の一個上でございます、京都 VS 岡山です、はい、これ前節まさに本当にそんなこと起きちゃったんですが、何かあるならここだろうなと。ほう、岡山はここで最近ね新潟倒して琉球倒してって、いやいや本当ですよ、上位キラー演じてますから、はあはあはあ、この数字をひっくり返してくるなら、なるほど、ここなんじゃないかな、ここ三立て行ったら岡山非常に勢いつきますね、これね勢いはついてきますよね、間違いなく、やっぱしかも最近そのすこぶるすごいのがね、まさに岡山で、ゴールキーパー守護神梅田東吾選手、梅田さん、はい、そして今年鳥取からやってきましたセンターバック井上力人選手とか、あと大卒ルーキーの木村選手で、梅田選手と同じように、今年清水からレンタルでやってきてるフォワード川本選手、若手がすごいんじゃと、来てますよね、やっぱオリンピック世代って言いますか、そうなんです、刺激の方をやっぱ受けてるわけですね、ですね、ちなみに今言った中で川本選手に至っては、パリの男なので、あ、3年後目指してですね、またやっていきます。先生もいつか言ってましたよね、そういう国際大会にこう同世代がね躍動して日本中から注目されているような、あの瞬間は J リーグでも同世代の一緒にやってきたような人たちが、
なんか躍動するとモチベーションが上がって何くそっていう力を出すんだっていうのね、これは見るともうこれは取り入れなきゃいけませんね、予想にね。そうなんです、だからやっぱりね、岡山梅田選手と一緒にね2017年の U17 ワールドカップ行った谷&ザイオンが選ばれたからには梅田選手頑張りたいし、なるほどでも対する京都にも、それこそ谷選手たちとしのぎを削り合ってきたゴールキーパー、若原智也がいるんですね。なるほどね。ああ、なるほど。ここもそう。あとはその世代のキャプテンだった福岡新平選手なんて見ますから、このあたりがちょっと楽しみな試合でございます。あとは、皆さん、まずは、上から2番目ご覧ください。あ、聴覚組バトル。いやー、北相模原戦ですよ、ここ。これは北寄りのこの予想が出てますよ。まあちょっとね、やっぱ今期の成績とか考えるとこうなっちゃったかなというのがあるけれども、だいたい新監督でね、今高木監督になってそろそろ時間経ってきたところあるので、そろそろじゃないかってのもこうあるんですよね、なるほどね。戦力整理されてきて、さあどうかなんていうところとか、この辺りどうなんですよ、組みしやすいんですかお互いは。でも監督も変わってるし、あれか。でもね、監督変わってるけど、やっぱ例年あるんですよね。お互いにその一緒に昇格してきた者同士だと、順位的に低い方が実は勝ったりだとか、やっぱり相手のこと知ってるからなんですよ。なるほどね。やっぱりね、ずっと同じカテゴリーでやってきたわけですからね。そうなんですよ。はいはいはい。それもちょっと大きいのかもしれないけどね。なるほど、なるほどですね。はい。あとで注目のカード、今節ナンバーワン注目カードってのはこっちもあるかなと思うのが一番上、長崎 VS 岩田という、ここも面白いですね。5位と2位でございます、ここ勝った方が感もまたありますよね、序盤一時期両チームとも不振が序盤戦はねありましたけど、中盤戦になってこの夏になるところにググッと両チーム上げてきてますから、あるんですよね。あとはだから岩田はね、この後に伊藤洋輝選手の移籍が待ってしまってるので、その時期がね来る、あとはそうなんですよ、あとはトースポさんとかでもちょっとちらっと言われてるぐらいだけど、やっとさんがね、ガンバに帰る可能性がゼロじゃないってなるほど、あ、この夏にですか。そうですね、あんまないとは思うけど、ゼロではないですから、ね、あでもあってもおかしくないような感じがしますね、なんとなく。そうなんですよ、そうなるとまさかのねレギュラー2人かくってなったらちょっとさすがに大変なので、今のうち勝ち点をつ、上げておきたいだろうなというところもあったりするかなと思います、ね、という J2 でございます、ラストは J3 でございます、参考に予想してみてくださいね、まあ、そのパーセンテージは裏切ってなんぼですからね皆さんね、そうなんです、見るととくんには騙されないぞと、はい、ということでラスト J3 でございます、面白いのがこれですね、岩手と YS っていう試合が面白いなと、ここはかなりもう超プレスダービーかなっていうところがあるので、お互いにもう目で睨み聞き、もう聞かしながら、デュエルというデュエル。それこそなんじゃこれみたいな感じの試合になるかなと思うので、ちょっと楽しんで見ていただければなぁ。ドディ対、あれですよね。モレラとブレンネル。モレラとブレンネル。いますから。なるほど、ね。それだとスルスルっとこう抜けてくるね、YS の吉田選手とか、岩手の鹿間選手なんとかもいますので、お楽しみいただければというのもあります。なるほどですね。そして、続いては、上から3番目。これ、ミレトとちょっと対象試合ではないんですが、富山対、今治ですね。前節、3-0 で勝った今治と、阿部今治と、0-4 で負けてしまった、カターレ富山ということで。そうですね。まあ、パーセンテージは富山の方が上ですが、もしかしたら今治がこれ、ね、前の試合で勢いを持ったという可能性がありますので、そのあたりもまあどう見るか。なるほどね。何クソという富山が締めてかかる場合もありますからね、これね。これどっちにしても面白いね、これね。はい。はい、そして今、見逃せないのは下から2番目、ここでしょう。長野。いやー、勢いがね。勢いがちょっと。すごいからさ、これは、沼津もね、止めたいところですよね。ちょっと止めたいところですよね。まず受け止めてからね、なんとか。そうですね。予選に出てみたい、行きたいね。はい、今はだからまあこれ沼津っていうのもあるんだけど、やっぱ長野を止めないことには全チームどうにもならねえぞって状態なので、J3 全体でここから数試合、長野を止める戦いが、なるほど、はい、始まると思います。ついに眠れる獅子が昨年クラスの力をね、出してきたということでしょう。まあもうそれどころか昨年以上の進化遂げてるなと思いますが、はい、起こしたのは川崎ですよ。もうあの J3 を今年あれしてるのは川崎です。生態系を目指ね、そうなんです、変えてしまったのはね、天皇杯でございます。はい。
そうなんですよ。いや、もう変えたのはってか、川崎のせいじゃない。川崎に対して長野は頑張ったってことなんで、長野自身の力ですね、それは思いついて。そうなんだ。言い方おかしかったね。はい、でもだからベストイレブン動画も我々も撮ってるんですけど、はい、キーパー田中選手、センターバック吉岡選手、広瀬選手、うん、並びにね、サイドバック陣、中盤陣、フォワード陣もみんな入ってくるぐらいのレベルなので、もういずれ取ってもどの項目でどうかっていうところでみんなすごいデータ残してるから、はい、とりあえずなんか困ったら一回長野の試合見てみてほしいですね、僕は。うんうんうん、どこっぽいんだっけ、長野。433なんだっけ。433。リバプールっぽいって言ってたっけ、先生。うん、川崎フロンターレ。川崎フロンターレっぽいって言ってた。そうか、そうか、そうか。なるほどね。そうなんですよ、はい。特に中盤3枚はもう見ておすすめなので、ぜひ見ていただけたらなと思います。よろしくお願いします。はい、ということで、今回のミレトトプレビューでございました。はい、ミレトト君の予想全体はこんな感じという感じになっております。はい、これがミレトト君とまんまやるとこうなるということですけど、皆さんのオリジナルの、ね、予想を、下の概要欄からですね、リンク飛んでいただいて、はい、公式サイト、公式サイト、専門、はい、サイトに飛んでいきたいと思います。順位ですね、勝率その他がね、なんかもういろいろ出ますので皆さん楽しんでください。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ということで、はい、ついにプレビューにね、タイトルが突き出しました。昨今でございますけど、ね、この通りになるんでしょうか、どうなんでしょうか、楽しみでございます。スターはズバリ誰になりそうですかね。梅田東吾。あ、なるほど。うん、私はね、戸建健人です。いや、わかるな。一番ベタな、今生きてる人言っちゃいましたね。あ、でもリアルでベストイレブン入るだろうなと勝手ながらなんとなく思ってるのが、甲府泉沢陣。ああ、そうです。なんとなく思ってます。ワンゴールワンアシストとかやってきそうな気がします。なるほど、なるほど、わかりました。さあ、どうなるでしょうか、はい、ということで、お楽しみください。ということで、先生ありがとうございました。ありがとうございました。ミルワカミルクサッカーアカデミー、毎朝毎晩ね、出しておりますね。月曜日にはライブ配信として、メンバーシップコンテンツではいろいろね、深掘りコンテンツ、月1ライブ、奥座敷ほか、いろんなコンテンツをね、やってますね、最近はね、本当に。そうですね、サブチャンネルもね、はい、やっておりますので、そちらの方もよかった、時間あったらお願いします。はい、この動画が面白かったという方は、グッドボタン、そしてチャンネル登録もね、ぜひよろしくお願いします。井上真でございました。ノーミルク佐藤でした。先生、皆さん最後までありがとうございました。ありがとうございました。ハバナイス週末。どうも楽しみましょう。ダゾーンでお楽しみください。どうも。